元気ですか？お元気ですか？元気なんですけど、はい、結構今焦りがやばいです。元気があれば何でもできる。はい、はい、元気です。頑張ります、はい、大丈夫ですか？はい、あーでも大丈夫かな。じゃあ投稿中にビンタしてあげましょうか。ビンタですか？投稿中にビンタあるじゃないですか。あ、投稿中に、はい、はい、ビンタですか？してあげましょうか。いいです。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、でもビンタ仕事で食らったことあるんですよ。そうなんですか？はい、ビンタしたこともありますし、はいはい、まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。はい、あのでも男の人のビンタまだ食らったことないんです。そうなんですか？はい、じゃあまあね、ちょっとね、初めを瀬戸さんに譲るわけにはいかない。 SS 行かなかったらもうビンタされる可能性ありますけどね。いや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 もうセクション4ですよ。はい、もうやばい、頑張ります。じゃあ行きましょう。はい、いけるの？いけるの？ちょっとわかんない。デートだな、もう。あと15回しかないんだよ。あと15ターンで、で、この、あと4ターンがもう試合になっちゃうから11ターンしかないの。11ターンしかない。で、そのうちあと2個をデート、デート、はい。まあでもこれでデート4回勝利、うんうん、これで振られてたらやばかったよね。前ありましたね、振られるって。体力はだいぶ回復したんで、もう一回ここ行くしかないですね。どこ？今の一般兵ですね。中立って書いてたよ。はい、中立なんですけど、この戦利品っていうのがすごくいいんですよ。中立なのに攻めていくの？はい、すごいね。はい、中立を攻めます。プラス士気も上がるんで、うん、弓と、まあいいや、ここで行こう。士気を上げて、トマちゃんかわいいな。さあ、あとはあともう2個よ、大名倒すだけよ、はい、でも38になってます。うん、高いね。はい、秀吉は結構弱いんですよ、うんうんうん。そしたらとりあえずここに合わせて、うん、今自分がどのぐらいの強さなのか。怪しいね。家康でも全兵力は小アップなので、うん、そこまで強くないんですよ、うん。そしたらでもここはだいたい勝てても3つ。あ、ここいいですね。あ、鈴木いるやん。鈴木いる、うん。でも明智の号をこれここで使っちゃうのもったいないけど、まあいいか、使っちゃおうかな、うんうんうん。そしたら臨床をもうちょっと減らそう、うん。呼吸は S だからもっと上げるべきですもんね、うん。じゃあ S にしちゃいます。とりあえず S ぴったり。守備力も A、 A、 A、うん。肩も A、 A。 あ、肩 A になってるか、うん。とりあえずここで止めておこうかな、うんうん。あとはミートとパワーですね。うん、ミートが B だからもうちょい使っちゃおう。うん、オッケー。でパワーも B。B。よし。オッケー。これでとりあえずこれをいけたね。いきました。うん、とりあえず、はい、最低ノルマクリアだね。じゃあちょっとここまで止めておいて、うんうんうん、これだったら大体勝てますね。一番強敵だと思うんで、うん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 、リモンを使っちゃいます。で、ミスに精神、まだスペシャルタッグじゃないから、全然スペシャルタッグにならないな。
あ、長宗我部の筋力は育ったよ、もうちょっと武田の印象。そしたらここでいきます、うん、いきます進む君がいなくてちょっとやばい、ちょっと進む君ノーマークすぎた、はい、うん、倒した、はい、一番強い、はい、もう島津を諦めたんで、あ、進くん、お、あれどうしました、議論を続ける、お、なんかもらいました、あ、球界の頭脳もらいました、本当、はい、本当、つけといた方がいい、あ、よかったよかったよかった、はい、これでもうもらっちゃいますか、うん、うん、だってもうあの便章がね、はい、あ、便章を使う、うん、じゃあ取っときます、うん、よし、一つクリア、いいね、いいですね、でももうちょっと弁償使っといた方がもういっぱいあるよ、いっぱいですね、もうじゃあ総力上げちゃいます、総力上げちゃいなよ、佐藤さんもうちょっと総力きっとありますよ、そうそうそう、はい、若い時あったからね、あ、そうですそうです、でも徳のこっちももうちょっと徳のもう行かなきゃいけないからね、チャンスも丸じゃなくて二重丸にしときますか、もう行っちゃう、はい、でも後から足りなくなるのが怖いですけど、本当はアベレージとパワーヒッターも取りたいんですよね、うん、気分屋つけたっけ、気分屋はつけ、気分屋つけたんじゃないでしたっけ、あ、気分屋まだです、うん、取っちゃいましょうか、うんうん、技術がない、技術がやばい、じゃああれちょっと二重丸やめといた方がいいんだよ、チャンスの、チャンス二重丸一旦解除しといた方がいい、解除しといて、うん、ちょっと技術狙いでポイント稼ぎに行きましょう、うん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 、11ターンあるってことは、うんうん、だからあんまり、だからまあ取りたいやつ取りに行った方がいいんじゃない、今、ね、いいですね、今先取りいっちゃいましょう、うんうん、こういう技術取っちゃいましょうか、うんうん、武将は強いの、武将は39なんですよ、ああ強いね、うん、今回私あんま強くないのでこれ回復もしてくれるのか、うん、まあ、とりあえず勝てるここにしますね、本当は弓とか槍とかそういう計略が欲しいです、あ、石田が筋力育ってくれてるからこの辺でいきます、うん、で、これであ、全財だから勝てるな、ここでいきます、徳川の敏将はいらない、よし、全勝、全勝、よし、全財は強いね、全財はめっちゃ使いやすいです、うん、また弁償を上げとかないと、もうデートしといた方がいいんじゃない、あ、次もデートですね、これ、うん、はい、あと佐藤さん取んないといけないやつ何ですか、あ、左投手か、うん、対左投手、あ、取ってる、あ、タイ取る、取ってない、取ってないです、うん、取っとこうかな、うん、オフついてないけど、いいや、1個取っときます、これでもう、あ、さよなら男、さよなら男、あ、両方ですね、うん、満塁男と、あ、これ取ったら全部だ、ね、恐怖の満塁男取ったら全部、取ったら取ります、ね、これいいですね、取っちゃおう、と、さよなら男、さよなら男、もう取っちゃっていいかな、うん、でこれであとあれじゃない、ミラクルボイスのみあと全部取ったんじゃない、あ、でも全部佐藤できますね、ね、あ、お、いいですね、うん、ほらチャンス、大投手、球界の頭脳、恐怖の男で、さよなら男、ローボールヒッター、秋打ち、気分屋、あとムード、あ、ムードまだ取ってなかった、右は、あ、ムード取ってます、うん、はい、お、じゃあもうミラクルボイスのみ、ミラクルボイスだけだ、ミラクルボイスを確実に取りに行って、そう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 、はい、そしたらもうこのミッションはクリアですね、このミッションはね、はい、脱出ゲームいってる、ここで別れたら最悪だよ、はい、そんなことないですよ、もう絶対体力30上がって、お、ミラクルボイスもらった、よし、もう取っちゃおう、ミラクルボイス、これミラクルボイスは何、星選ビハインド時投手に声をかけて心折れなくそう、はい、キャッチャーの加藤さんがやってたもんですね、あ、じゃあ完成したんじゃない、はい、一応ここでみんなの里崎智也は完成です、はい、こっからはもう上げるだけだから、ね、上げるだけ、はい、もう
はあ、よし、あげるぞ、うん、でももうここぐらいしかないです。でも足は速くしとかないともう満タンになっちゃう、はい、もうじゃあ足速くしましょう。仕方ないね、はい、速くなっちゃうね。なっちゃいますね、うんうん、いいじゃないですか、最高じゃないですか、うん、そうだね、はい、もうしょうがないです。ミートも足りないし、あーポイントが足りない。とりあえず上げられるところまで、うんうん、上げて技術が欲しい。ここだね。ここですね。結構高いね。結構高い。33やり弓工場で49、うん、ここで勝てますね。ここでいいかな。いっぱい育っても回収できないこともあるので、うん、それがしんどいですよね。確実に豊臣を取りに行きます、うんうん、豊臣は弓もらえるんだ。これでもう一個なんかもらえるといいな。28だから全然いけますね。刀がいいし。鉄砲もらえた。よっしゃ。よし。勝った。このあと一ターンで合戦できなくなっちゃうので、うん、もう必ずこれを使わないといけないんですよ。うんうん、槍か鉄砲か弓を、うん。でもそれだけだと。うん、私の基礎兵力が21なんで26しかなんないんですね、うんうん、じゃあもうここでいきます、うん、24で全勝します、うん、もうこれで全勝できますね、うん、じゃあタング踏みます。あ、間違えた。あ、何やってんの私、うん、すごいミスを犯しました。今置き忘れ、計略使わないで出陣しちゃった、うん、何やってんだ、やり直したい。それがね、できないんだよ、もうセクションをもうここなのよ、ね、必死でもう今、本当に今何したんだ自分、もう最悪、もう最悪、時間を1分戻してほしい。アベレージヒッター、パワーヒッター、え、金縁じゃなくていいの？あ、今のはなかったので、アベレージヒッターと多分パンヒーター取った方がいいので、うん、大番狂わせでしょ。エースキラーも取ります。精神的、あ、でも精神が足りない。一番槍ってなんだっけ。自チームが無得点だと打力がすごくアップする。あとは金取っとこ、印象もいっぱいあるし、精神も後で利用、基本能力、パワーももうちょっと上げて、筋力が今これで勝てるかな試合、うん、もう戦うしかない。これで勝てなかったら本当にヤバいです。まあ打っちゃえばいいからね。はい、ボール。ああ、いいっしょ。入った。フロントドアだね、今。入った？ああ、でも。変化球打てるようになってるじゃん。はい。ちょっとこれはちょっとカーブ読めながら。あ、これはもうボールだね。あ、マジなんで振ったんだ、今。いやー、ほんとプレッシャー弱いよね。今の振らないでしょ、ウエストよ。はい、
って何ですか。いやピッチドアウトのことよ、盗塁とか。ああそういうこと、バスターとかスクイーズとかの。これボール、あストライク入った、これ来るな、あおー、よかった今振らなくてね。はい、これ変化球かな、うわーシュートだ、あこれはもうボールですよ。まだ打力が弱いので、パワーが足りないので、ホームランが出ない。いや、今差し込まれてるからね。あ、本当ですか？そもそもね。そうですか？引っ張ったら入ってた、今。入ってました。うん、今、タイミング遅いもん。よし！ちゃんと打ちゃね、打てんのよ。打てましたね。うん、はい。これは勝ったね。あっしゃ、うん、おー、よかった。一応全国統一です、うん、天下統一、はあ、よかった、あ、海岸、はぁ、あ、1万点は行きました、よかったね、はい、あ、999、これ取れ る、ね、よし、じゃあ使っといた、じゃあ筋力をもうちょっと使っといて、パワーじゃない、パワーを上げて、うん、ミートもでこれ上げちゃって、うん、もういいんだ、で999取りましょう、うんうん、これ取れるのは大きい、うん、よしよっしゃ、ちょっとあれテンション上がってきたね、はい、ただちょっと SS5 はいかないかもしれないですけど、 SS はいくかな、じゃあパワーとか肩を上げちゃいます、うんうん、上限をこう突破していきたいので、うん、101にしちゃいます、うんうんうん、パワーもあ、もうちょっといける、101にしちゃいます、うんうん、はい、いいね、いいですね、うん、いいね、見栄え良くなってきた、はい、本当はミートもいっちゃいたいけど、うん、ちょっと一旦心にしといて、もう一回練習が何があるかを見ます。あ、精神結構いけますね、いいね、まあ、精神取っときますか、うんうんうん、体力回復のために、5番ですね、5番じゃん、甲子園来たね、はい、これも全国制覇しないとやばいよねはい、でしかもだってもうパワーも S とかなってんでしょ、はい、それはもう打てなかったらここで、ね、そんなもんもうね、大丈夫ですよ、じゃあちょっと佐田さんってやっぱ格のある選手じゃないですか、そうだね、ちょっと格上げます、うん、格格、こんなんもあんだね、そうなんです、うん、ちょっと前に増えたんです、こういうものが、はい、格何、格何人まであるの、格っていくつまであるの、私4か5ぐらいまでしか上げたことなくて、うん、集客力も上げたいんですけど技術があんまりないんですよ ね、 そうだね、で一旦ここで止めておきます、うん、筋とかと精神的支柱もいいですね、うんうんうん、取っておいて逆襲、逆襲、これは前の打席で抑えられた時、次の打席で打力がすごく、金は取っておいた、切磋琢磨取りましょう、祝福、リード時の得点差に応じて打力アップ、いいですね、あ、ストレートキラーが取れない、まあじゃあこのぐらいで試合いきます、うん、はぁ、あ、1回戦、さあ勝つのかな、いやもう全国制覇はね、し慣れてるんでね、そうなの、はい、よし、よっしょー、あら、ちょっと怪しいね、あれ守備が怪しいよ、あれフェア、あ、フェアですね、フェア、打球めっちゃ速いね、はい、今でも打ち損じてるよ本当ですね、うん、危ないよ、あ、危ない、おいおい、味方にもよるんですよね、これ今日2打点を挙げています、さっきあれ振ってたからね、もう、はい、あ、入った、はい、あ、入んなかった、でも帰ってきた、帰ってきた、よし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 、怪しいよ、最終回4点とかあるからね、はい、今までありましたか、はい、おーしよしよし、まあまあまあ、ここはね、やりえる、最終回4点とか普通に本当あるから、あります経験済みなんです、それもここで、さあ練習、あとたくさん取れるやつをもう取りたい、あんまり、あ、
精神の507ですね。精神いるんじゃない、だってあの核精神めっちゃいったもんね。あ、そうですね、うん、じゃあもうここ取っちゃおうかな。でも筋力も本当は欲しいんですけど、そうだね、筋力ねえか。あ、そうしたらもうあと2回しかないんですけど、うんうん、ここ行っとくか、うんうん、ポイント取った方がいいですね、うんうんうん、さあ次は今の能力のままで、うん、準決勝いっちゃいますか、うんうんうん、前の月ホームラン打ったら勝てるっしょ。いや最近変化球気にしだしたらストレートまで打てなくなる現象がね出てきたんですよ。あ、こいつずらしてくるやつだ。ファボール、え、ストライク。これボールかな。え、いや、柴は入ってるでしょ普通に。入ってる、全然入ってる。あ、でも仲間が1点取ってくれた。あ、今変化球でしたね。ちょっと何投げるか知ってるよね、もちろん見てるよね。見てます見てます。こっちにしかこの人投げないので。よし、変化球もヒットは打てるようになってきたんですよ。危ないよ、危ない危ない危ないよ、危ない危ない。ほら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 、ほら来た、嘘でしょ、ほら来た、いやいや、ほら来た、嘘、ほら来た、ヒットしか打てないから、ほら来た。もう対応できなかった。え、今失投だからね。失投なのにストライク入りました。あ、やばい、はい、これは負けちゃうかな。あ、もういいです。ほらほら、ホームラン打ったら勝てるよ、はい、ワン、もうワンチャンス来たからね。今のはストライク来るでしょ普通に考えて、スリーボールツーストライクなんだから。でもすごい変化球だったから負けるんちゃう、これ。ほら、勝った、勝った、奇跡的に。いやだいぶ本番弱いね触れてないもんね今ちょっともう指が震え出したんですけど私怖すぎて。本当仲間に感謝した方がいいよ。本当ですね、うん、さあ最後の練習。あ、技術がすごい上がるのと、あの、あ、ここ筋力がもらえるから、ここですね。うん、そうだね。技術だけより筋力も必要だな、うん、ここにします。見てて本当思うね本当今もう手指震えてんでしょ、こうやってカーソル動かすのが最後はもうだってあそこからだとスライダーしかないよ、あそこからは。いや、もうそんなこと分かんないね、分かんないストライク入るのは。でももうここで上げとかないと、また最後にドーってきたらマックスになっちゃうんだもんね。はい、今でも射程も上げたいので、うん、もう角を上げるしかないですね。お、うん、このぐらいいっときますか。いや、わかんないけど、他の、うん、まあまあそうだね、野手能力で、うん、集客力いらないの、集客力。あ、それ上げたらなくなっちゃうか、技術がなくなっちゃうんですよ。本当はこの内野安打とかも欲しいんですよね。広角打法とか入れといた方がいいね、赤間さんも振り遅れちゃうから。そうですね、はい、そうしますあの流し打ちとか固め打ちもちょっとそうだね、取っときますね、うんうん、この辺、うん、内野安打いらないですか。内野安打はいらないんじゃない。内野安打取っとくと意外とあのボテボテでも走ってヒットになったりするんですよ。だってまずボテボテ打つのを前提にしてるじゃん。いや、まあまあそういうことも考えといた方がいいですよね。補給ちょっと上げてみましょうか、うん、あ、補給もじゃあ、うんうん、そうだね、全部、うん、はい、上げちゃって、うん、守備ちょっと全部一回だけやってみますよ、試しに、うんうんうん、行った、もういけんじゃん。はい、これでいいかな。うん、これでいいんじゃない。技術試合後にもらえるって信じて、ね、うん、きっと勝つんで、うんうん、まあそれでも
プレッシャー弱いからね。いや私すごいプレッシャー、普通負けてたよ準決勝。あれもうねチームスポーツの本当に極みよあれ。はい、みんなありがとう、仲間ありがとう。2打席見逃し三振よ、はい、触れないってもう逃げて打とうとする意識ないもんね。なんで見逃してでもっていう、いやこう見極めようと思うじゃないですか。いやスリーボールツーストライクで振らないってもうフォアボール狙いじゃん。そうですね、確かに次はもう勝ちます、次はもうホームラン打ちまくって勝ちますよ。よし、全然ホームラン打ってないこんなに能力したがるのに。差し込まれてる差し込まれてる。これは負けちゃうかな。初もん来た、よっしゃ、やっとやっと、さあ、あるからね、4点、はい、取れるだけいっとかないと、はい、あー、毎日だ。エンジン組んできたよ。おっと、おー、来た、ほら来た、やだやだやだ、怖い。ペリー変わってるやん、これは負けちゃうな。その2回もね、奇跡は起きないと思うよ。お、たりき、たりき、超たりき。でも1本ホームラン打ったんで。いや1本決勝で負けてるよ。決勝でホームラン打つっていうのは大変なことなんですよ、あの能力で。はい、そう、まあそれは皆さんがね、はい、判断してもらいたいですけど、たりき準決勝から2回連続で、まあ今まで運なかったこともあったからね。そうですね、うん、はい、それが返ってきたのかもね。いやただ、点が出てるかってのは分かんないですよこれで、大気なんで。はあ、それもいいなで、ポイントいっぱいちょうだい。さあドラフト1位ですよ。ほら、いや、まあそれはそうでしょ。イエーイ。まあ俺は2位だけどね、実質は。そうですね、でも佐藤さんよりいい選手できたってことじゃないですか。うん、そうだね、はい、でもまあノルマは最低限それだからね。はい、どんどん上がってきてるよ、はい。さあこれで点は、あ、14,777、うん、どうなの、いや、どうなの、わかんない。いやこれで能力を最後にアップして、あ、そうなの、査定がつくんで。そうなの、はあ、どうだろうな。どれいっちゃうの。じゃあちょっと金徳がなんかもらってましたよね、さっき。そうだね、あ、これ伝説のさよなら男、これあんまり使わないでいいですね、うん。古軍奮闘、一打サヨナラ場面にすごく強い、うんうん、あ、これがなかったからさっき打てなかったんですね。いや、そういう問題じゃん。ホームランボール、ストレート、あ、でもどっちかしか取れない。ストレートキラーにしましょうか、うん、で、あとは筋力あんまり使う、このカット打ちとか、うん、あと全部見てみて、多分金はもうないの、多分ないので、内野安打も取ります、うん、内野安打好きなので。じゃあちょっと敏将だけやたら高いんで、うん、敏将を使うのを選びますね、うん、カプランは相手とじゃない能力をダウンする、うん、カプラン入れとけば、これ入れときましょう、うん、あと一掃も使いますね。あ、一掃いいね、ランナーの数によって力、あ、いいじゃないですか、うん、じゃあ総力ブーストじゃない。一旦これ取っておいて、うんうん、ちょっとあと格上げてみます。あ、でももう多分これしか上がんないですね。そうでも1個上げておいて、うん、で、あと取れるのを取っていく、うん、チャンス20丸取れるね。チャンス20丸、チャンス20丸、うん、走塁も取っておけば、走塁、粘り打ちも取っておきましょう、うんうん、帳尻合わせ、ラッキーボーイ、うん、ラッキーボーイ取っとこう、うん、本塁生還、
これで総力 A にならないかな、うん、あ、なんないか、うん、7しか上げない、上がんないですね、うん、そしたら代打取っときましょうか、うん、本能力は補給ちょっともうマックスまで上げて、うんうんうん、投手能力も取れるのないですね、はい、これで終わりかな、うん、こんなもんかな、さあはい、これで終わりだ、運命のお時間です、はい、あ、ちょっと容姿だけ決めますね、佐藤さんの容姿決めちゃいます、ちょっと佐藤さんっぽくないですか、うん、何でもいいですよ、いいですか、うんうん、じゃあ私の好きなリフター君にしときますよ、うん、あのリフター君がもらえますようにっていうことで、あ、さあではもう一回おさらいしますと、はい、特能であのパワーとかの部門はクリアしました、はい、無事にみんなの里崎を作るっていうのは、はい、もうクリアです、クリアです、はい、問題は SS5 なのかっていうね、はい、これがここで出ます、あとちなみにですよ、あの私ご褒美くださいって言ったじゃないですか、うん、7日間連続ログインのボーナス、うんうんうん、っていうのはこのミッションで一応いただけるのか、え、ダメダメ、 SS5 に行く自信はあんの、これで経験上あんまない、あんまないですか、どれぐらい、どれぐらい、これ今のやってみてどれぐらいは行くと、やってみて、でも SS2ぐらいは行ってると思う、2は行ってると思う、じゃあ SS2 行ってたら、はい、全部 OK にしましょう、 OK ですか、2行ってたらね、はい、全部 OK にしましょう、はい、行ってるかな、はい、じゃあ、はい、はい、行きますよ、行きやすいらしいんですよ、ポイントよりも、あとやっぱりあの金得とかを取ってると行きやすいらしいで、はい、だって昨日ですよ、もう本当これは本当の話として聞いてくださいね、うん、上限を全部マックスにして金得も取って、うん、で格とかはほとんど上げなかったんですよ、うんうんうん、それで1万5800点ぐらい出て、うんうん、SS4 とかだったんですよ、あ、これがね、はい、パワープロの難しさでもあり、うん、面白さです、ほーちょっとあの意外すぎて、うん、あの表紙抜けてるから、おめでとう、やったー、もう最終ミッション完璧でしたね、うん、まあそうだね、喜怒哀楽もありながら、はい、SS8 だって、だってもうちょっとで PG ですよ、 SS9 の次が PG、ね、だからあの戦いが戦ってたらひょっとしたら PG ってたかも、はい、あと配置がもうちょっと、まあ、運のいい配置だったりとか、ね、うん、全勝して戦ってたりしたら、うん、PG いってましたね、うん、やばいね、はい、うわー、でもよかった、ということで皆さんに7日間ログインボーナスなります、やったー、いや、しちゃったっすね、しちゃいましたね、よかったっすね、いや、本当はなんかしないで罰ゲームしてほしかったんですよねまあまあそうっすね、はい、で、まあでも、はい、本当にね、うん、行かないかなと思ったら、はい、SS8 だって、いや、私も SS5 は本当に無理だと思いました、うん、いや、でもね、はい、途中でみんな言ってたんですよね、うん、はい、ちょっと SS5 はちょっと難しいかもしれない、もうみんなが首かしげ始めたんで、そうそうそう、はい、途中ね、途中2位ぐらい終わった時に、はい、SS も難しいんちゃうかって言ってたっすね、いや、そうですね、うん、だってセクション3終わって6000点しかなかったんで、うん、ちょっとあれはね、はい、でもね、うん、今回の奇跡は、うん、はい、やっぱり準決決勝で味方の素晴らしい活躍そうでもあれもね、うん、多分ね SS8 まで引き上げた要因やと思う、いや、だと思いますよ、うん、で運がない時は自分がめちゃくちゃ打ってても仲間が取られて、うん、逆転勝負が負けてたので、花丸高校なんてもう練習試合で終わってたからね、そうですよ、ほんとだって花丸高校の時セクション3が終わった時点で確か8000が9000になったんですよね、そうそうそう、もうあれは PG 絶対行くって言って、はい、行くって言ってたんです、はい、だから、まあ、まあそれがパーミスもありましたし、はい、運がないところもありましたけど、はい、最後は運に助けられるっていうね、はい、あー、最後運が持ちました
ね、うん、今までずっとなかったんで。だから全体的に言ったら、はい、運いい方だったっす。あ、よかった。そうですね、はい、そうですね、うん、最後に成績8だって。いや、よかったっすね。はい、よかったです。はい、ということでこれが最終ミッションということで。そうですね、うん、はい、一旦はこれで終わりらしいんですよ。一旦これで、はい、パワープロ動画は終わりということで。そうですね、はい、でもまあこれがね、うん、また続く可能性もあるんで、はい、袴田さんは自宅で必死にやってください。やります。新しいのはまだ出てくるんでね。はい、うん、でも本当嬉しいなと思ったのは、私が始めたことで、あのパワープロをまたやってみようかなっていう方とかがいらっしゃったのがすごい嬉しくて、なんかもう嬉しいです。よかった。そうですね、しかも最後袴田さんのいいところが、はい、見せれて、はい、しかもやらせなしで、はい、よかったっすね。僕は最後ね、ダメで終わっていくのもいいのかなと思ってたんですよ、正直、はいはい、やっぱり嘘ですよねっていうところで、ね、終わっていくのもいいかなと思ったら最後、はいはい、嘘じゃない。あ、若干怪しい場面はありましたけど、よかったっすね、はい、そうですね、うん、だって、うん、世の中結果っすから。そうですよね、プロセス関係ないんで。最後 SS8 が出たってことでもう私はできるってことになったんですよ。そうだった、はい、でも PG 行けた。行きましたね、でもやっぱり伸びしろあるね。あります。これでもし天才とかがついてたら、うん、すごいもっといってたかもしれないですね、うんうん、まあでも、はい、楽しかったですね。楽しかったです、はい、いやもう今日一番必死にパワープレやりました今日、はい、だから今度はね、はい、袴田さんに自宅でですね、はい、あの全高校で SS 目指してほしいですね、はい、そうですね、はい、戦国しか作れてないので。そうですね、うん、そうそう、まあ皆さんもね、はい、袴田さんに負けないようなものを作ってですね、はい、だから戦国高校佐々木智也で PG 作れるんだったら作ってみてください。はい、でハッシュタグ袴田超えたぜ。おお、はい、これで PG 佐々木智也を作れたら皆さんぜひっていう。そうですね、うん、ハッシュタグ袴田超えたぜつけてくださったら、それ検索していいね押しに行きますね。そうですね、はい、だからハッシュタグパワープロと、うん、ハッシュタグ袴田超えたぜ、これ2つ必ずつけてください。はい、いいね押しに行きます。はい、佐々木君にね、はい、押しに行くんでね、はい、まあ、でも皆さん袴田さんの成長、はい、まあ、見れたですね。はい、よかった、はい、ということで、はい、一旦ここまでです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。結構びっくりしました、あんな行くと思わなかったんで。いや本当ね、はい、SS1 とかだと面白かったのにね。はい、はい上限も全部アップしてなかったので、はい、行かないかと思いました、はい、でも格って大事なんだな。格大事なんですよ。大事なんですね、はい、でも格もいつでも結構でも能力いっぱいいりますよ、はい、いります。そうなんですよ、はい、はい、数字がね。だ格は20中の5しか上げてないんです。20あるんですか。20あるって言ってました。いえ、あれ20上げるってすごいよ。そしたらまあ PF とかになるんじゃないですか。 PG の上が PF なんですよ、はい、PF ってあるんですか。あります。その上は今そこまでしか PP になるかもしれないですでもネモさんとかは PF4 とか作ってるんですよ。すごいです。もうどうやったらすごいなのか。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、なんか僕のチャンネル終了みたいな感じです一歩間違ってたらそれがね、卒業の花束だったんですよ。それ用意してたあ、そっちよかった。いや、かわいい。ありがとうございます。まあ、でもよかったですね、はい、最後にいいところ見せれて本当によかったです。本当、あのまま最後で S とかだったら何だったんやって話だったんですよいや、もうセクション3までは絶望でしたよ、本当に。でもね、はい、まあこれを機に、はい、PF が一番高いらしいじゃないですか。高いです。 PF あるんですか。ないです。じゃあここからですね、はい、PF道のりは多分遠いですね。しかもでも、はい、7日間ログインボーナスあるじゃないですか、はい、それで、うん、キャラ、はい、アップさせて、アップさせて、はい、いいアイテム使ってやります、はい、やればできるってことですよ、はい、そうです。やればできるとこ今回見せましたからね。うん、そうですねギリギリだったと思いますけど、はい、まあでもね、全体的に運悪かったですね、はい。そうですね、全部その収録中のやつは、はい、でも、うん、最後にまあ運が返ってきたんでそうです。今までの分が全部返ってきましたね。一瞬危なかったしね、はい、あのサボり癖もね、本当すぐ直しに行ってっていう対処はできたんで、で最後ね勝ってくれて、うん、そう考えたら最初の頃の勝ってて最終回に4点取られて逆転負け、はい、懐かしいですね。懐かしい
まあでもね、よかった、もう全てよ、終わりよければ全てよし、ね、ということですよ。あと皆さんもね、まだログインされてない方、はい、今回ね、7日間ボーナスあるんでね、これを機にぜひね、やってもらえれば、はい、いいアイテムをもらってからのスタートになると思うんでね、はい、皆さんぜひアプリをダウンロードしてね、はい、登録してもらいたいですね。はい、そうですね、はいはい、ということで袴田さん、はい、よく頑張りました。やったー